大学4年時に就活するにあたり、自然に関わる仕事がしたいなという思いから始まって、農業もいいなというふうに思い、会社組織で募集しているところを探したところ、このデリシャスファームにたどり着きました。今は体力的に辛い時も多いですが、日々充実して過ごしております。就職1年目で自分が携わったトマトを大学時代の恩師方に食べてもらったところ、すごく喜んでもらえたのが自分としてすごい嬉しかったところです。それが今のやりがいにつながっているなというふうに思います。それと、自分とちゃんと向き合って、自分が何をやりたいのかっていうところを考えることが一番大事なんじゃないかなと思います。実際に就活時に職場体験やインターンなどに事前に行っておくと、その場の雰囲気であったりがつかめたりするので、自分とのイメージのギャップが少なくて済むのではないかなと思います。